はい、スモールビジネス特化の学び屋、この部屋のホマです。今回のビデオでですね、シリーズでランニングページの分析、解説動画をお届けしています。右上の方からビックリマークをクリックすることで、再生リストを見ることができますので、ぜひご覧になってみてください。今回ご説明するパートは絞り込み部分ということになります。場合によってはご参加いただけないことがあります。ということでですね、今回ご紹介する商品というのは、ランニングページの構築ワンデーワークショップという商品なんですけれども、そのワークショップに参加する際にはですね、場合によってご参加いただけないことがありますというふうにお伝えしているわけですね。で、要するにですね、お客さんの絞り込みを行うわけですね。で、このお客様の絞り込みを行うっていうのは、提供者視点の言い方ですよね。お客様を絞り込むっていうのは提供者視点ということになりますね。で、もちろんですね、提供者視点で考えることも大切なんですけれども、このお客さんの側にとって、お客さんのためにっていうふうに考えてみてほしいんですね。で、お客さんにとって、ここにお伝えしている内容、どういうふうに役立つかっていうと、この商品、サービスが自分が望んでいるもの、自分が期待したものとしっかり沿っているかなということを確認していただくというパートになります。まあ、少し見てみればわかるんですけれども、あなたがもしランニングページの作り方を学ぶなら、豪華なデザインが施された情報起業家のようなランニングページ、コピーライティングは他人の商品を売ってあげられるようながっつり達したものというようなことをお望みでしたら、このワークショップは見当違いです。でももしお望みが実業向けのランニングページ、あくまでも本業を加速するためのコピーライティング、派手ではないけど地に足ついたウェブ制作スキルでよろしければ、このワークショップは気に入っていただけます。というふうにお伝えしているわけですね。これっていうのは、この豪華なデザインのランニングページが作れるようになるのかとか、他人の商品を売るようなコピーライティングが学べるのか、というようなことを想像していたお客さんにとっては、晴天の霹靂なわけですよね。あ、違うのかと。そうじゃないんだ、というふうになるわけですよね。で、そのようなお客さんっていうのは、もちろん主催者側としても、リスクリバーサル、リスクヘッジとしてですね、参加してほしくないっていうのはありますよね。後でクレームに、結びついてしまうかもしれない。というようなことが提供者側としてはあります。ただですね、お客様としても、これを見ることでメリットがあるわけですよね。お客さんとしては大切な時間を費やしてですね、ワークショップに参加するわけですね。特にワンデーワークショップの場合は、一日費やすわけです。まあ、いずれにしても、1円でも お金を出すんであれば、やはりですね、そこはですね、無駄にしたくないわけですね。そうなると、しっかりお客さんの想定と、こっちの提供できるものっていうのを、すり合わせておく必要があるわけですよね。こうではなくてこうですというようなことをお伝えしておかないと、このようなこと、豪華なデザインとか他人の商品を売るようなコピーライティングを期待していたお客さんというのはがっかりしちゃうわけですよね。だし、その時間を奪ってしまうこと自体はとてもですね、失礼なわけですね。ですので、しっかり伝えておくというような部分になります。ですので、パソナなんかで言うと、お客様の絞り込みというふうに言うんですけれども、絞り込むっていうよりも、しっかりですね、お客さんと提供者の合意を結ぶということですね。いうような部分というふうに考えて、ここをしっかりお伝えすることをお勧めします。